あとその大家さんの解説の時の、うん、あの言い回しも僕はあの知花さんと大家さんの解説はその言葉が言霊がなんかちょっと違ってて好きなんですよね。まあ知花さんの場合はちょっとポエムっぽいんですよ、うん、池田光雄みたいな大家さんのあのなんか何言ってんの出てこないけどあの言い回しは何ですかね。この全然人と違い分かってないですか。かっこいいんですよ、うん、なんかまあそれはこうじゃないっていう、こうまあ、うん、関根さんもそういうとこはありませんでした。なんかこうバサッて言うときは言い切っちゃうっていうか、うん、でもそれがきつくなくて、うん、優しくて、うん、でも言い切っちゃってるっていう、うん、内容は人を指してるぐらいの感じなんだけど、うん、俺そういうねよく言われるときついことはあの優しく言うねっていうことなんだけど、うん、自分じゃそう思わないんでね、うん、全然解説のあれですか。僕は基本は人をけなさないっていう、うん、見てる人が大体会社員の人が会社で怒られてるのに、うん、野球見ててまた責める、うん、俺ら解説者に責められてるの聞いたら嫌だろうなっていう思いがあってやってるんですけど、うんうん、大家さんどういう感じでこの何十年もやられてるんですか。俺は野球をあの例えば画面見てる人だったら、うん、あいつたちが野球を楽しんでくれれば一番いいなって思ってるの、うんうん、であの少なくてもあの今解説やってる人たちは野球界の中であの自分でプレイして育ててもらってきてるから、うんうん、だからあの見てもらってる人たちにあこういうこともあるのかな、こういうことを踏まえて話をしてんだろうなっていうのが、うん、まあ少しでも分かってもらえたら、はい、あの割と熱いあの熱く聞いてもらえたり見てもらえたりするかなって思うんだよね、うんうん、だからまあプレーをあの自分たちでもやっててまあ仕方のないミスだってあるじゃない、はい、だからそういうのを言ってもさもう画面があったりとか分かってる人は分かってるから、うん、見りゃ分かるよって言われるようなことは言ってもしょうがないとは思うんだけど、はい、なぜそうなったかとかそういうことが分かってもらえたらいいかなって思うんだけどね。なんか自分じゃまあそんな喋ることは意識してないんだけどもプラスこういうことっていうのはあったらいいかなとは思う。うん、そうですね、うん、でなんか全部あと大家さんはこう適当に付き合わないって言ったらおかしいんですけど、うん、例えばディレクターの若い子たち名前も知らない子たちもたまに新しく来るとあるじゃないですか、うんうん、僕らがちょっと適当ななんとかああよろしくよろしくねって終わるんですけど、うん、大家さんは一体そこ人間同士でコミュニケーション取られるんですってんですよ、うん、あそうなのって、うん、何やってたのとかって、うん、あれすごいなと思ってですね。俺はね、まあ、自分にこう触れ合ってきた人だとか携わった人はなんか携わってよかったなと思ってほしいの、うん、だから生意気な言い方すると俺と知り合ってよかったなと思ってくれるといいなと思ってるの。なんかプラス、うん、ただね全員が全員その同じように接するっていうことはできないんだけど何かあった時に何か役に立てることがあればなっていうのは常に思うんだよ。だからなんか幸せになってくれたらいいな、あいつと知り合って嫌だったって思われるのがね。そうですね、うん、だから俺それだけだから今までの人生の中で人にすごい恵まれてあるなって、まあ、何回も言うようだけど思ってるから、うんうん、だからそれはお返ししたいなと思ってるの、うんうん、大家さんは子供さん何人いらっしゃるんですか。2人、うん、もう何歳と何歳ですか。もう大人で40あれいくつなんだ。男女の子2人です。女2人。子供さんに接する時の、うん、僕は嘘つかない、言い訳しない、人のせいにしないだけ守ったら、うん、お前たちがどんな罪を犯しても俺は、うん、ずっとお前らの味方だっていう教え方だったんですよ、うんうん、まあ女男女なんですよ、うん、大家さんはなんかそういう子供に対するなんか自分の信念っていうのは何かありました。娘さん子供たちにはね、まあ、やっぱ男だと自分で仕事をしてやっていかなきゃいけないっていうのがあ、そうですね、うん、だからもう一本立ちは必ずしなきゃいけないでしょう。女の子っていうのはまあ、ある程度人に左右されるじゃん、うん、そうですね、嫁ぎ先だとか、そうですね、うん、だから、まあ、なるべく人と協調できるような、まあ嫌な子だなって思われないでほしいなと思うけど、うん、 それ以外はそれこそデブと一緒で曲がらず、うん、育ってくれたらもうそれで十分だと思うし、
今はね、逆に俺と家内と女の子2人で生活してんだけど、あの家内は俺の一つ下なの、だからまあもういわゆるもう高齢者の部分だから、まあ、娘2人がその先どう、あのどうなっていくかなっていうのは若干心配してる部分もあるんだけど、家内にとってはあの女の子2人いるっていうのはすごい心強いね。そうなんですよね、あの夫婦喧嘩とかされないんじゃないですか、大家さん。うちはしないね。しなそうですよね。全然しない。奥さんもおっとりしてるんですか。いや、うちの女房は A 型だから、割とチャカチャカってやるんですか。でもあの野球は知らないし、教えないし、会話とかはあるんですか、家で。会話あるよ。でもお酒飲まないじゃないですか。飲まない。そうすると家であの奥さんと二人の時はお茶とかコーヒー飲んで。あ、コーヒー飲んだりかね。はい、だからうちの晩ご飯なんかは長くて30分。奥さんも飲まないですね。飲まない。じゃあ子供も飲まないし。早いともう大体15分とかに。奥さんが作って、はい、じゃもういきなり白ご飯出てくるわけですもんね。基本でしょ。基本で。だからおかずが来て、はい、でまあ味噌汁とご飯が来て、はい、で今ほらもう子供たちも料理一緒に手伝って、はい、で2人が座って、はい、はい、できましたで座っていただきますって言って、ほんでスッと食べる。美味しかったよ、ごちそうさま。そう、ドラマみたいな感じですね。笑ってるけど何がおかしい。普通は僕ら夕飯の時間のためだけに頑張ってるんですよ。全ての一日が美味しく酒飲んで、長面で、そのビール飲んだり焼酎飲んだりとか、あとこれ日本酒うまそうだねとかっていうのが楽しいんですよ、でもその時間が15分とか10分だなって、はい、ごちそうさまっていうのが考えられないんですよ。すごいなと思って。それね、多分あの俺子供の頃に父親がほら技工士やってるって言ったじゃない、で、あの父親の手順の空いた時にご飯食べるじゃない、だから父親も晩酌なんか全然しなかったのよ。だから家で酒飲む親父なんか見たことないし、それが当たり前で育ってるから、だからだと思うんだよね。だからあの人の家でほら晩酌するなんて言われても全然だから、ピンとこない。来ないですよ。でもあのプロ野球ニュースの、まあコロナの前はよく反省会、大反省会とかってやって、まあちょっとみんなで食事を軽くするっていう時は、普通にその時間をこう憂鬱な感じというか持て余してないですもんね。我々で、それはだって俺はただ酒飲まないだけで、みんなと話したりするのはなんともない。だから監督の時なんか、ほら、コーチなんか連れて飯食ったりするだろう。あ、しますね。あれはやって、俺は2時間までだから一緒に。2時間は飲まなくても大丈夫なんですか、で、12時になったらそこで悪いけどって言って、マネージャーでおいて。だから、あのみんなであの飲み屋さん行っても、俺は必ずウーロン茶とか、沖縄だと三品茶とか。なるほどですね。ちゃんと置いてくるから。あの、ま、なんか座持ちしてるというか、ちゃんと普通ですもんね。飲んでる感じぐらいのゆったり感でいるんです。リラックスしてるし、嫌だとも思わないし。それはだから別に。家の15分とそれもその3時間も別に楽しめちゃうわけです、ね。そう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 。でも6時に15分間でご飯食べちゃったら、その後何するんですか。その後はテレビ見たりとか。普通にですね。テレビ見るかっつって。なんかすごくこう拝みたくなるような。いや、それがさ、当たり前だと思ってたからさ。でも大家さんがこれから野球界の子供たちとか野球ってる子たちに望むことっていうのは何がありますかね。その、まあ、よく聞かれる質問で僕も困るんですけど、実は僕は必死でやれと、あの特に被災した翌年から僕逆転にいたんで、本当に亡くなった子供、人の子供たちとかと触れ合ったんですね。必死でやるってこういうことなんだと思ったんですけど、大家さんはどういうふうにこう
あれですか、その今の選手に望むものっていうのは。子供たち、あの選手たち、子供たちはね、あのほら俺自分でもあの沖縄で中学生 やってんだけど、はい、もうとにかくあの一生懸命やる、これじゃないかなと思ってんだよ。昔みたいにさ、あの規律正しくとか、はい、あのとりあえず挨拶ができて、ね、言葉遣いがきちんとできてって、はい、これはもう基本中の基本で、はい、それは必ずあの一番枕言葉みたいに言うんだけど、あとは子供たちには特にその野球を楽しく感じてもらいたいっていうのが一番、うん、だから三振しても怒られてたら楽しくないですもんね。努力したの、うん、だからそうですね、谷繁の時の教育と一緒で、うん、三振する前にどんだけ練習したんだ、どういうつもりで打席入ったんだか、うん、できてればいいってことですもんね。 それとね、もう一つは三振したっていうことは見逃しはダメなんだよ。ああ、そうですね。もっと振って、三振したら、その三振したことにをじゃあ次やらないにどうしたらいいか、うん、お前ピッチャーだってお前打たせないと思って投げてんだから、うん、打てなくても当たり前のところがあるけど、打ちに行く気持ちがなかったら、それはバッターとしてはつまんないでしょって話だよ。だからまずトライしてくれる気持ちを持ってほしいとは思うね。最後に聞きたいのは、大家さん、僕は我慢っていう座右の銘を色紙に書くんですけど、うん、大家さんが色紙に書かれるときに、うん、座右の銘なんか一言お願いしますかって書かれる。今は感謝だね。あ、うん、そうなんですね。やっぱり、うん、皆さんに、まあ、何回も言うようだけど、うん、人とすごく本当に自分では出会ってくれた人たちにありがたいっていう気持ちが強いから、うん、やっぱり感謝かな、うん、そうなんですね、うん。今日本当すごく大家さんの、まあ、まだまだ一部分なんですけど、なんか一部分だけど大家さんのこういう優しさとか、うん、いつもこう接していただいた感じが、うん、分かれてすごい嬉しかったです、うん、まあ、ありがとうございます。本当になんで15分で住むところにはなかなかお邪魔できないもんですから。そりゃそうだよな、はい、今度僕がご招待しますんで、コロナが済みましたらご家族で来ていただいて。ありがとうございます。でちょっと、まあ、1時間でも、うん、私たちが振り回していただきますので、ありがとうございます、ぜひ楽しみにしたいです。今日本当にありがとうございました。いやいや、すいません、楽しかったです。勉強になりました。ありがとうございました。